ヘビカゴ、ジャカゴ、ジャカゴとは、蓄材や鉄線で編んだ長いカゴに採石を詰め込んだもので、河川の護岸や斜面の補強などに使用されてきた。石カゴ、石籠、ジャコとも言う。英語では、ガビオンがこれに近く、現代のものに限れば、ほぼ同義語とも言える、英語の方が抗議。日本語のジャカゴ、ジャカゴという名称は、 設備としての完成型が蛇に似た形状で、組み上げられるカゴであることに由来するか、あるいは昔から河川に蛇の伝説が付き物であったことに気すると考えられている。なお、用字のカゴとカゴの違いは、前者が政治、後者が俗字で、どちらを用いても構わない。中国語では、蛇カゴ、蛇、石カゴ、石、箱カゴ、箱という、 英語やフランス語では、ガビオン、中世、フランス語ガビオン、イコールツー、ハンドルドバスケット、1570から1580年初出、が直接語源が、ドイツ語では、ガビオネ、が、日本語、ジャカ語、ヘビカ語に、最も近い語であるが、これらは、同じ意味のイタリア語ギャビーネを語源とし、ギャビーネは、ケージ、カゴなどを意味するイタリア語ゴビアを語源とする。さらに、 イタリア語ゴビアの語源は、ラテン語で、ケージ、カゴなどを意味する、ケイバであるとされる。イン、ガビオン、ゲル、ガビオネ、フラ、ガビオン、イタ、ギャビーネ、イタ、ゴビアエルエー、ケイバ。ヘビカゴとは、災害復旧及び河川改修の現場で選択される、隠し工法のうちの一つで、メッキ鉄線など使用した金網製のカゴ状構造物の内部に、自然石、 採石などを中詰めして、河川工事に使用する伝統的工法である。日本の場合、古来、蛇籠、蛇火籠は竹を材料として、亀甲型網目の円形の籠は未使用していたが、技術の進歩に伴い、手網製法から機械網製法に、また材料も竹から、メッキ鉄線へと変わり、その形態も工法に順応して多岐にわたっている。江戸時代には、 牛枠類と共に代表的な治水構造物として用いられ、竹製のジャカゴが作られた。小石川高楽園図、徳川ミュージアム所像などにも河川の護岩に用いられるジャカゴの様子が見て取れ、江戸時代中期の国語辞典、枠虫よりにジャカゴとは蛇の形に似た石ゴであるとあるように、元来、日本では円筒系のものに限られていた。1959年、 昭和34年に撮影された黒部川護岸工事の写真では、蛇籠を隙間なく縦に敷き詰めて、騎士を補強する昔ながらの様子がわかる。また、小石川高楽園では、現在でも江戸時代と全く変わりなく、竹製の蛇籠を池の護岸に用いている。竹籠は経年によって緩みが生じるので、2年程度で取り替えられている。河川、海岸。 地産などの土木事業で、それぞれの形状や特性を生かし、護岸、根固め、水性、床止め、耐震、溶壁、排水といった、様々な目的で用いられる。近年、防災性だけでなく、多自然型川作りが要望されるようになり、多様な生物の生息空間、ビオトープ作りに役立っている。緑化を目的とした蛇火もある。二重布団加護は、 パネル式布団ゴの内側に、内張りネット、植生シートなどを当てがい、現地発生度を詰めて、自然の回復、保全を促進させる。また、メッキゴ枠、ゴ枠と呼ばれる布団ゴに比べて、高強度、高耐久性の布団ゴが、指向性とライフサイクルコストの向上をうたって、工事品質の向上に一役買っている。ジャカゴは、枠線と金網から構成され、 金網は、メッキ鉄線で編む、菱形金網とする。円筒形ジャカゴは、銅網、蓋、丸輪、閉磁線で構成されており、銅網を広げ、丸輪を押し入れし、両端に蓋網を取り付けて完成。角形ジャカゴは、丸輪ではなく中枠、骨線を押し入れする。ジャカゴは、中詰め材の流出や目詰まり、ずれ落ち、金網の破損や変形。 生態系や景観への悪影響などの問題が発生する可能性があるが、ジャカゴ本体や周辺環境の定期的な点検、技術の進展に伴う製品の改良によって、これらの問題に対処している。構造計算と安定計算により、耐久性、安全性を高め、背面からの外力に一層強靭な抵抗を持たせるために、太系の鉄筋を使うことで強度を増し、 さらにメッキも、厚メッキにするなど耐食性、耐候性の強もされている。その結果、従来の仮設、応急措置としての広報から、永久化工法としての使用が可能となった。また、使用するメッキ鉄線は、山地や海岸での設置に対し腐食しにくいものが求めれるが、同時に長年設置していても、自然環境を汚染することがないようなものが、考えられている。 自然な景観を作り出すために、間伐材を金網の保護部材に使用したものや、建設資材リサイクル法により再生利用される、コンクリート貝、柄などを中詰め材として利用しているものもある。さらに、従来放落の危険がある場所や、高所、京所での施行は困難であったが、専用のパネル式カゴに、石詰めをし、専用の釣り具で釣り上げ設置場所に移動する、釣り、 タイプパネルカゴの開発によって、そういった場所での作業も可能となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。